とりあえずその始めますけれども、そこから先もかなりまだいろいろと動きがありそうだなというふうに思ってます。コロナ禍が明け、観光客が戻ってきている中、別府市ではタクシー不足が深刻な問題となっています。それでは政府は今年4月から条件付きでライドシェアを解禁するとしていますが、別府市は6月頃に導入したいと今日の定例会見で明らかにしました。市が乗り合いバスのような形で実施するケースと、一般のドライバーが自家用車で行うケースを想定しているということです。長野市長は既存のタクシー事業者と連携して公共交通の空白を埋めることに全力を尽くすと説明しています。